びっくりマークが3つも出てる。誰から行こう。やっぱビリンからだよね、やっぱり。ビリン、何、うん、何、物を作るの楽しくてみんなのためにいろいろ、うん、町のみんなの様子が気になって、だから作業に集中。はい、部屋を、ほほ、いいよ、わかる。壁掛けがあれば。え、でも何か思いつく。看板ってこと？罠のベッドと壺に女の壁掛けがある。私専用の部屋を作って。ああ、女子専用部屋ね。いいね、そういうの大事だよね、やっぱり。うん、やっぱデリカシーよね、デリカシーが。ここの野郎どもは本当にデリカシーがないからな。うん、男専用になる。ほう、宿屋の壁掛け、旅人が宿泊する施設。道具屋の壁掛け、道具屋。おー、いいね、いいね。どうやって作るんだろう。これじゃ作れない。何がいるんだろう。あった、染料。ブラウニー系の素材だね、これ。どうやらちょっとブラウニー、ブラウニーじゃない、大木槌だ、大木槌。川の盾を作る。一回あれだな、狩りしに行かなきゃ。素材が足りないな。でやっぱ女の壁掛けをね、やっぱりね、ここにつけよう、ここに。うん、この部屋。で、男の壁掛けをもう、ここ、ここにつけるわ、ここに。うん。そうしよう。うん。そうしよう。ちょっとなんか、広いからムカつくな、なんか男の部屋が。あ、これ扉？あ、これ扉なんだ。じゃあさ、ここに、ここをさ、こうしたらさ、部屋になんないの、これ。あ、空き家になった。なんで？ベッドがないから？うん、まあいいか。あぶね。ここ。こんな感じだったっけ？こんな感じだ。よし。どうしようかな。素材集め行くか。で、一応話聞いとくか。話す。君はあの伝説、うん、ビルダーですよ。技を覚えて強くなる気はないかい。メルキド山岳の手前に面白い技を使う、魔物がいてね、きっと君ならその魔物を倒し、そいつの技を自分のものにできると思うんだ。魔物を探して、まずはそいつをやっつけてきてくれ。はい、了解。まあどっちにしろ向こう行こうと思ってたから。あとはおっさんは、うん、まだこの町を守る術を探すべく寝る間も惜しんでメルキド、メルキドロックの解読に明け暮れておってな。うん、城、石の守りと呼ばれる魔物を撃退する装置の手がかり。うん、その城まで行き石の守りを作り方。うん、
人使いが荒すぎる。最近お使いが多すぎる。まあ確かに。まあ確かに。全部エテがやってんもんね。うん。で、伝説のビルダーなのだ。うん。まあ伝説って言われちゃまあ仕方はないわな。うん、まあなんせ伝説だから。やばい、コンパスに2つもなんか場所つけられた？もしかして大丈夫？これ。重複して1個消えるとかそんなない？大丈夫だよね。じゃあ、とりあえず行ってみようか。うん、行こう。とりあえず倉庫にいらないものを入れて、松明は持っていく。モンスターの卵っていつ手に入れたんだ、これ。毛皮。キメラの羽、皮袋、これ使う。枝豆持っていくか。食べれるもんね、これ。よし。食べれるよね。あぶね、食えねえし、これ。食えねえのかよ。いらねえ、食えねえ。食えねえやつはいらん。これを使う。よっしゃ、じゃあ行こう。よっ。と前に夜になりそうなので睡眠をとろう。うん。朝になってから行こう。これドラクエビルダーズの基本中の基本ですから。うん。よし、行ってきまーす。とりあえず借りまくる。んで染料が必要。染料が必要なのと、ほんで奥地の方に向かわなきゃいけない。染料は誰だ、落とすの。あー痛い。1、2、赤、来い来い、こっち来い、へっ来い。危ねえ、あー危ねえ、あーなんか溜める溜める溜める、危ねえ、ブロック壊しやがったこいつ、危ない危ない。こいつは線量落とさんな。いてへ、うーん、毛皮ばっかり。もしかして染料は落とすものじゃなくてこういうものから取るのか。そうでもなさそうだけどな。そうでもなさそうだな。とりあえず奥向かいながら敵倒しつつ行こうか。何から手に、なんか一個ね手に入れたような気がしたんだけど、あ、こいつかな、スケルトンかな。もう2匹はや、2匹はやめて、2匹はやめて、もう2匹は嫌。布だ、布。ちょっと待って、あれなんだ、なんかある、宝箱があるじゃないか。痛い、もう痛いって、痛い、この野郎。どっから登るの？これ、あ、ここから行ける。宝！あれ？宝じゃないし。井戸だし。騙された。井戸だった。こっち。薬草使っとくか。で、ここら辺に、もうちょい先かな？クエスチョンマーク。Q マーク。ん？ここじゃない。先はいけない。落ちる。こっちから行けということだね。いて。避けて戦うべき。よし。
なかなか難しいね、戦闘慣れないなな。ほっ、近づきすぎて結局あぶつかっちゃうっていうね。うん、よし、やっぱノーダメ。うん、なんかダメージ減らしていきたいよね。よし、こっち、うん、さらに向こうか、さらに向こうか、やばい、こん、大丈夫かこれ、降りれる、ちょっとずつちょっとずつ、よしよし、オッケー。なんか敵層が変わりそうだな、ここらへん。うわー、もうやばいやばい、うわー、マジか、もうなんだこれ、もうでかくないかこれ、もうどうすんの、マジでこれ、マジで、ちょっと待って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 、あか、あ、あ、はまったと思ったけどはまってない。うわ、なんか怖い怖い怖い。あ、いいじゃんいいじゃん、これ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 、あっ、先先こいつ倒そう、先こいつ先、落ち着いて一匹ずつ、よしで、ここなら大丈夫、回復、よし、パターン入った、よし、どこ行くの、どこ行くの、キメラーも、あー、怖い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 、うわ、危ねえ危ねえ、つえーって、もう序盤からこんなんありか。とりあえずキメラ倒そう、とりあえずね、とりあえずこれ最後でしょ、キメラ、よし、回復回復、よし、あとあとあいつだけだ、来いよ勝負、いってー、あぶねえぶねえ、痛い、よし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 、お、回収出た、いいよいいよいいよ、よいしょ、いいよいいよ、逃げて逃げて、よいしょ、あーしゃ、勝てる勝てる勝てる、いけるいける、勝てるよ、よし、いけ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 、危ない危ない危ない、ここ隙、ここ隙がでかい、いけいけ、ゴリ寄せゴリ寄せ、ゴリ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 、よし、何これ、バリケード、夜になっちゃったね、バリケード持って帰ろう、つえーなー、でもう一個、さらに奥にもう一個はその Q マークがあるから、これ上登っていかなきゃいけないよなー、けど夜なんだよな、もう、あー危ない危ない、夜なんだよな。あ、見えない。死ぬ。やめやめやめ。危ない危ない危ない。松明じゃなくて。力で阻まれてる。
ちょっとここでちょっとダウンを取ろう、うん、ここだったら上がってこないだろあいつらも。よし、ちょっとずつ上がっとくか。こっち側から上がるのは得策じゃないか。あー、こっち側の方が登りやすそうだな。てか、なんかあるしな。あっち側行こう。なんかある。よし。こっちだよね。あった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 。ちょっとした家がある。やった。直そう直そう。よし、読む。岩山の先にある城塞から僕はどうにかここまで逃げてきた。あそこはやばい。あの城塞には魔物が住んでいる。あの城塞はメルキドの人間の最後の希望だと思ってたのに、あそこには何があっても絶対に近づいて近づかない方がいい。マジかマジか、またボス？あ、入ってきた入ってきた。もうやめろって、もうマジで。もうやめてー、もうやめてー。薬草がないんだってもう。とりあえず置いて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 寝る。え、どこどこが、何が足りない、何が足りないの、何が足りないの。もう暗くて見えないんだよ。これでいい、なんで、何がダメ。角角待って待って待って、あ、できた。やっぱここか。ちょっと寝よう寝よう。ダメだダメだ、体力がない。薬草作りたいな。白い草落ちてないかな。白い花びらがないと作れんな。いけるかな。でこれ上登らなきゃいけないだろう。こここれ結構登るの大変じゃない？ここっていうか、そっち回れんのかな。キノコキノコキノコ食えんかな。あー、ダメだ、キノコは料理しか無理だよな。料理だけだ、薬草にはなんない。あ、いけそう。ああ、あ、いけるいける、こっちからいけるじゃん。よし、ドラキー、なんだ、なになになに、なんかなんかいるよ。どうしたの。人間さんはどうです、私が作ったこの庭園は。長老から聞いています。あなたがものづくりの力を持つビルダーだと。うん、草花スコップを使えばいい。素材なら草花もそのまま手に入れ、ほう、
スコップがいるんだね。壊せなかった。悔しいぞ。実はな、オイラと隣のあいつで勝負してたわけね。あいつの方が才能がある。なんでオイラの、庭園作りを手伝ってくれないか。あー、なるほどね。だからこっちをなんかいじって、向こうよりいい感じにしろってことだね。ただ、ではスコップを持ち合わせていないので、無理です。すいません。